容疑者の身柄確保の技術など日頃の鍛錬の成果を競う県警の逮捕術大会が7日松山市一坪西町の県武道館で開かれ、県内の警察署や県警本部のおよそ240人が熱戦を繰り広げました。開会式で杉内由美子警務部長が、打撃を最小限にとどめて制圧する逮捕術は職務遂行に必要不可欠です、現場執行力の向上を図ってほしいと激励し、西条警察署の稲田義之巡査部長が、鍛えた技と気力を発揮し正々堂々と戦いますと宣誓しました。松山東警察署の署員が模範演技を披露し、武器を持った犯人役の2人を制圧しました。試合は実戦を想定して行われ、都市対担当、警防対担当などの異種目戦も実施されました。有効打が決まると同僚らから拍手と声援が送られていました。現場に自分が行った時のことを考えて、常に、警察官が犯人から逃げてはならないと、強い気持ちを持って相手と対峙するんだという思いを持って、普段の職務だったり逮捕術の訓練に当たっていきたいと思います。